はい、ご覧いただきありがとうございます。ライカリペアサービス店長の松下です。今回ご紹介するのは、イマレクトファインダー、可変式のファインダーですね。こちらは、製造ですね、あの 目で見えるように、あの上下左右が目で見えるタイプ、製造タイプの、ビオーになります。こちらはね、35mm の画角から135mm の画角まで対応しておりますので、これ1本持ってるだけでね、広角からね望遠まで対応できますので、非常に便利なものとなっております。はい、じゃあまずは外観から見ていきましょう。特に大きな傷とかへこみとかね、ないですね。この辺よくねガリッとかいっちゃったりするんですけど、特にないですね。あとね、この黒いの塗装部分がね、もうパリパリに、ね、なったり部分も多いんですが、これはね非常に綺麗に残ってますね、塗装部分もね。ちょっとあの接眼部分がちょっとなんかね、ちょっと塗装が剥がれてますけど、そんな見にくいものではないですね。はい、これはね、美容はね、すごいなんか面白い形ですよね。中にプリズムがね、すごいいろんな角度で貼り合わさってるんですよ。製造にするためにしっかり。だからその分ね、やっぱりいろんな何枚も何枚もプリズム貼り合わせてるんで、その分やっぱ内部がね劣化して、貼り合わせ部分が劣化してかなり曇ってきたりするのが多いんですが、こちらはね、まあ若干はね曇ってますけど、逆動で見、ごめんなさい、逆光で見たりするとちょっと曇ったりは、ちょっと曇ってはいるんですが、その美容にしてはかなりクリアな方で、抜けも非常にいいです。だからこちら当店でね清掃済みで、その時しっかりプリズムとか、中の内部のレンズもしっかり清掃してますし、あとこちらこの可変部分もしっかり清掃してグリス塗ってますので、非常にスムーズです。はい、あとこちらの、パララック操作も問題ないくスムーズに動きます。はい、だからねレンズをいっぱい持ってくると、やっぱりねファインダーもいっぱい欲しくなってきますが、これ1本だけでね広角から望遠まで対応できますので、非常に便利なものなんで、おすすめの一品です。はい、ではここまでご覧いただきありがとうございました。可変式ファインダービオーのご紹介でした。不明な点がありましたらお気軽にお問い合わせください。ではよろしくお願いします。